アビダルってどういう選手ですか？アビダルはサイドバックとしてももちろん素晴らしいんですよ。で、ここ駆け上がっていくっていうオーソドックスなオーバーラップするサイドバックもできる。だけど、背も高いし、守備力に何よりも定評がある。で、速くて強い。だから最強なんですよね、スペックとして。まあ、今で言う冨安に近いと思いますよ。つなぎもできる、出て行ってもできる、センターバックもできる。バルサは、センターバックはよく怪我するんですよ。っていうのも、スペースがあるところで相手のカウンターに対して全速力で走り回って守備しますんで、最小人数で守備しますんで、なので、センターバックが怪我すること多いんですけど、センターバックが怪我した時にはセンターバックとかまでやってた選手ですよね。だから素晴らしい選手です。冨安はバルサにマッチすると思うんだけどな。そうですね、私もそう思います。冨安はどこ行ってもスタメン張れるレベル。今アーセナルですけど、マドリー行ってもパリに行ってもバルサでもどこに行ってもスタメン張れるレベルじゃないかなと思いますよ。シティみたいなとこ行ってもできると思いますね、冨安は。組み立ても上手いんで。冨安はまあ本当疑いようがないような実力してますから、完璧だと思います。ゴートさん的にペップ・バルサの元メンバーエリック・アビダルの良さって何でしょうか？アビダルの良さっていうのは、センターバックでプレイしてもそつなくできる。で、降りてきた時にもセンターバックレベルの能力値がある。何の問題もなくこなしてました。で、アビダル前に出て行っても行く時は行くんで、勢いよく行けますんで、そこら辺はアビダルのいいところかなと。攻撃にも思い切って行けるし、で、守備的に3バックも作れる。で、ビルドアップのスペースを作れるっていうところがありますね。で、サイドもビジャが入ってきた時とかはスペースあったら上がっていきますし、まあ、イニエスタもサイド取りますんで、そこの関係性もあるんですけど、うまく状況を見て相手にとって痛いところにポジション取れるところがあると思いますね。アビダルの特徴か。アビダルはもうサイドバックとしてもそうだけど、センターバックとしての能力値も相当高い。で、プジョル、ピケ、怪我してですね、アビダルがセンターバックやってた時期もあるんですけど、何の問題もなく任せられる。で、かつサイドバックもできる。で、アビダルがいると、バルサにとっても右のアウベスが上がりますんで、3バックスライド式で作れますと。したらブスケツの適材適所も活かせるという感じでしたね。1対1にもめっぽ強い。対人守備に強い。前方のスペース空いたらしっかり前にも出ていける。だから、ほんとパーフェクトです。本当にパーフェクト。By the sounds I'm breathing in, hold tight.